来年3月、文化庁が京都で業務を開始します。文化庁京都が誇る個性的な取り組み、3回目のテーマはミュージアム×文化観光。最強の鬼、酒呑童子伝説が残る福知山市、日本の鬼の交流博物館と地域の魅力を文化観光サポーターが紹介します。それでは鬼の町にミュージアムリンク。こんにちは、文化観光サポーターの近藤と足立です。今日は鬼伝説が残る日本の鬼の交流博物館をご紹介します。私たち今日は鬼のマスクをつけてきました。似合いますか？それでは早速行きましょう。豊かな自然と里山の風景などが残る森の京都エリアの無形文化財にスポットを当てて、その魅力を発信している文化観光サポーターの足立さんが鬼伝説の残る福知山市大江山周辺を案内します。ここ大江町は鬼の町ということで、町の至る所に鬼がいるんです。お酒を飲んでいたり、赤鬼や青鬼などいろいろな面白い鬼がいて、私もいつも見て楽しんでいます。そしてウルトラマンの総美術監督成田徹さんが手掛けられた鬼のモニュメントもお出迎えしてくれます。山の中にはこんな鬼スポットも。実際に鬼がいた伝説も多く残っています。ここは鬼が向かいの山から飛び降りた時にできたと言い伝えのある鬼の足跡です。23センチの私の足と比べると大きさがよくわかりますよね。大江山の鬼伝説巡りの後は、全国の鬼文化に関する資料を展示する日本の鬼の交流博物館を紹介します。では文化観光サポーターの近藤が日本の鬼の交流博物館村上館長にお話を伺います。館長、鬼をテーマにした博物館は珍しいですね。そうですね、世界中の鬼を集めた、博物館として、日本の鬼の交流博物館は、今年で29年目を迎えます。過疎化が進む大江町をなんとか活性化したいという地域の皆様の熱い思いを受けて、この鬼の博物館ができました。こちら日本の鬼というふうに書いておりますが、特にこの中ではこの中心にいます閻魔大王、皆さんよくご存知だと思います。それから天狗の面、これなんかもご覧いただけたらと思います。そしてですね、ここ一面がですね並んでいるのが、鬼瓦です。鬼門という言葉もありますが、それを打ち払うということで鬼瓦がたくさんここにも展示しております。特に大江山を根城にしていた鬼酒呑童子を平安時代の武将源頼光が打ち果たしたとされる酒呑童子伝説にまつわる展示が見どころです。大江山の鬼伝説で有名な酒呑童子、茨城童子、そして星熊童子といった、鬼のお面を展示しております。これは演じられるお面ですね。ですから神楽であるとか、そういった時に、使われた、お面です。神楽で使われるんですね。そうですね、もう本当に迫力を感じる神楽になっております。色鮮やかな絵巻がありますが、これはどういったものなんですか？はい、当館で所蔵しております酒呑童子絵巻です。ここにありますのは江戸時代に作成されたというふうに聞いております。上中下の、3巻からなっており、ここの場面はですね、特に酒呑童子が首を切られる、頼光に首を切られて最後成敗される場面を表しております。鬼にとって毒になる酒を飲まされて、酒呑童子が首を切られて、その後頼光の首を取るべく兜にかびつくところです。首を切られた時にですね、酒呑童子は鬼に王道なき者を、鬼は裏切るようなことをしないということを叫んで兜を
加えているという場面がここに描かれております。この後酒呑童子の首は、都へ持っていかれることになるわけですが、その途中の首塚というところに葬られていると言われております。もうすぐ紅葉の季節を迎える大江山で豊かな自然に出会い、巨大鬼瓦が目印の日本の鬼の交流博物館で地域に伝わる鬼伝説を知ることができました。お面や絵巻など鬼にまつわるものがたくさんあるんですね。そうなんです。鬼に関するものはたくさんあります。特に一番新しいものは福知山市が制作した YouTube もありますので、ぜひご覧ください。あ、そうだそうだ、鬼のお菓子や鬼のお酒もあるんですよ。皆さんぜひいらしてくださいね。待ってます。